委員会の管理機能のあり方についてお答えいたします。公安委員会ではキャンプシュワブ前での状況につきましては随時報告を受けるなどして把握しているほか、先般キャンプシュワブに赴き現場の状況を確認したところでございます。そうしたことを踏まえ、県警察においては安全に最大限配慮した形で法令に基づき適切な措置を講じているものと承知をしております。公安委員会といたしましては、ただいまのご質問も踏まえつつ、引き続きキャンプシュワブ前における対応につきまして、県警察が個人の生命、身体、財産の保護と公共の安全と秩序の維持という警察の責務に照らし、適切な措置を講じていくよう管理してまいりたいと存じます。以上でございます。環境部長、東間秀文君。基地問題についての中の北谷町上瀬戸地区埋設廃棄物概要の説明と